むしろ電車っすね。電車とカーシェアです。カーシェア、はい。今どうなってんの。電車とカーシェアで訪問営業効率化、タイムスカー。駅近、企業決無糖が好きだ。好きだ。甘くないところも食事に合うところも、でも結局はこの味が好きなんだよな。今チューハイは無糖が欲しい。ニュー氷結無糖。群馬県藤岡市、地元で愛される町中華、銀華亭。この店の名物は絶品かつ550円と激安の醤油ラーメン。こういう醤油だけではありません。カツオ節
豆腐、サラダ、白米ととろろ昆布のお吸い物。子供の頃もイグサどんなお菓子やかなしくエロいもんだったわ、もうエロいクソはババアと関東大震災のおよそ半年前、群馬県に生まれた福さん。26歳で夫の正さんと結婚。一般のシートベルトの着用率を準備してください。経営していましたが、徐々に客足は遠のいていきました。福さんは42歳の時、今の店をオープン。58年間、大名もせず店に立ち続けてきました。次々に発売される新商品
品の特徴を知ることが販売員にとっては必要不可欠。100歳の堀野さんはというと、とても吸収してます。堀野さんはこの勉強会休んだことないんですよ。会社ですね。堀野さんの顧客は現在8人。堀野さんと小学校の同級生という難波さんはおよそ10年間堀野さんから化粧品を購入しています。例えばこれらは木の根元にある透明
いてみると空洞があり、入ることができます。こうした冬眠用の穴で例年12月から春先頃まで冬眠を続けるクマ。ただクマの冬眠、どうやら私たちがイメージするものとは少し様子が違うようです。冬眠中も完全に寝ているわけではありませんでした。匠大塚は家族3世代が笑顔になれる日本最大級のインテリアのテーマパーク。フロア面積約2万7000平方メートル、東京ドームグランド面積2倍以上のフロアには匠大塚こだわりの特別展示をはじめ、国内外からえりすぐった上質な家具を豊富な品揃えと幅広い価格帯でお待ちしております。家族で一緒に楽しめる匠大塚へぜひお越しください。この先一般道、その他待ち伏せエリアに注意してください。書き込んでる様子などがこう映ってた。冬眠中ですが穴から顔を覗かせ落ち葉を集めている様子が映っていました。12月に入り冬眠の時期を迎えているクマ。ただ冬眠したからといって安心はできません。冬眠中であってですね、例えば外で物音がしたりとか、そういう状態になればですね、起き上がってまたすぐに動けるようなことができます。
きませんが、意識がないわけではありません。完全に意識を失うことなく、まあ、人間でいうともだらだら寝ているというような感覚ですね。実際、冬眠の最中にも寝床の藁を整えたり、噛んでいる様子が。冬眠中のクマの体はどのような状態なのでしょうか。クマは心拍数や呼吸数を下げることでエネルギー消費を 25% 程度に抑え、冬眠状態に入ります。ただ体温については他の冬眠する動物とは異なるといいます。他の小型の冬眠動物の場合も体温が外気温近くまで低下するというのが一般的なんですけれども、クマの冬眠の場合はですね、まあ、あの体温下がっても、まあ、32、3度ぐらいまでしか低下しません。そのため完全な睡眠状態ではなく、突然起き出して動くこともあるというのです。冬眠期間中であっても雪山に入る場合はですね、クマに対する警戒というのを続ける必要があります。まあ、最近ではあまりその人そのものをですね、極端にこう、避けるといった行動を示さないようなクマもいますので、まあ、あの人の居住地からまっすぐちょっと入った山の中で、冬眠しているといったことも十分に考えられると思います。横浜市の予備校に車が突っ込みました。怪我人も出ています。カメラが現場に着きました。建物に突っ込んだ車が分かります。ボンネットが大破しています。乗用車の前方部分が建物の1階に突っ込んでいます。会社
ピンを拠点とする大規模特殊詐欺事件をめぐり、熊井ひとみ被告は2019年、仲間と共謀し、都内で高齢者からキャッシュカードを盗み、現金を引き出した窃盗の罪に問われています。東京地裁は今日の判決で、かけ子で従属的ではあるとはいえ、重要な役割を果たしたなどと指摘し、懲役2年の実刑判決を言い渡しました。茨城県の役場などに車が突っ込み捕まった男が、村に恨みがあったなどと話していることを受け、東海村の村長が会見を開きました。本当に今回の事件については、もういかなる理由があったとしても、もう許されない、あってはならない行為だと思いますので、強い憤りを感じます。東海村の山田治村長は、村役場への建築物損壊容疑で注意してください。益子豊容疑者については、警察の捜査に協力していくとしています。また役場にクレームがあったかなど詳細については答えませんでした。続いて、痛みを乗り越え、この先左折専用レールがあります。鍵山は日本
違いなくスーパーシュートになってますね。そこも楽しみです。さあ、この後すぐです。マリニンをはじめとする世界のトップ6が世界一をかけて戦います。